こっちにモニターできないんだが。あー、しまった。チェックチェック。これは出ている。これはでも、マイク2。マイク2は平凡が出ている想定なんですけれど、何も出ないな。なぜだ？無音でゲームをしなければならないのか？そしてこっちイヤホンを挿していないですね。自分の配信ってどうやって確認すればいいんですか？まずい。モニター用のマシンのバッテリーもない。一旦ちょっとこっちの。こっちには音出てますね、ゲーム音が。モニター用マシンのバッテリーをとりあえず。よいしょ。なんとかできるようにして。タコ足のいいところですね。よいしょ。自分にゲーム音の返しが欲しいんですよ。自分にゲーム音の返しが欲しいんですけど、一体どうすればいいんでしょうね、この場合。なんで帰ってこないんでしょう。出た。OBS 内でうまく更新ができていなかったということなんでしょうかね。とりあえずなんとかなったっぽいですね。少々お待ちくださいね。今、あれとこれととして、なんかいい感じのあれをしますか。どっちにいるんだろう、私。ああ、離れていくな。そして体がぐちゃぐちゃになってるのも見えるな。ちょっとこっちに寄せたいんですが、なかなかこれ、うまくいかないですね。こんな感じかな。ちょっとこのくるくるなっちゃうのなんとかしたいですね。違う、自分の報告じゃないですよ。シェアボタン、これですね。相変わらずこの MacBook から操作するときの Twitter と Safari の相性がべらぼうに悪い。テキストがうまく編集できなかったりとか、コピペが全く効かないとか、そもそもブラウザーでSafariじゃない、Twitter を開いた時点で落ちるとかいう非常に苦しい状況なんですけど、どうなっているんでしょうね。不思議。という話をしながら、ぼちぼちやっていきましょうか。ちょっとね、今から運動をするメックの言うことではないんですけれど、コンディションがそんなに良くなくってですね、途中、咳のように聞こえるノイズが乗ったりとか、そういう事態がたびたび起こってしまうかもしれないです。ちょっとでも始める前に貼り付けのポーズ一回やっといていいですか？ありがとうございます。よいしょ。変わんないですね。手を上げられない。上げきれない。でも下ろした時に自然な動きになるので。多分これでいいんでしょうね。こんなところなんですかね。じゃあ始めていきましょうか。お世話になっております。パルディ博士の助手。あ、しまった。ある逆でございます。よいしょ。今日とてやってまいりましょう。まだこのゲーム始めて3日目とか
ですもんね。全然やれてない、良くないですよ。こういうゲームって日々継続してやるのが大事だと思うんですけれど、ちょっとここ最近のコンディションエラーの影響もあって休み休みやっているっていうところがあるので、これからプレイペース上げていきたいところですね。さあまずはスカッと頑張っている。そんな意識して頑張ってる記憶もないですが、前回のリングフィットネスはいやベラボーに疲れましたけど、あーなるほど、ストレッチは大事なのでしていきましょう。身振りさんに合わせて動きましょう。3、2、1、はい。膝を交互に上げリングコンにタッチしましょう。太ももからお尻にかけてのストレッチです。よっ、ラスト1回。よっ、はい、その調子です。いい感じですね。次はかかと上げストレッチ。内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。ほくるぶしを上げるときに息を吐きましょう。ほ可動可能領域が狭い。はい、OK です。はあ、続いて背伸ばしストレッチ。大きく踏み込んで腰を落とします。よいしょ。足を出すときに息を吸い、戻すときに吐きましょう。ほう、はあ、つま先はまっすぐ前に向けましょう。前ってどっちですか。こっちでいいんですかね。ラスト1回。前ってどっちですかって言いましたか、私今。今日はもう休んだ方がいいかもしれませんね。いい感じです。最後は足を開いて体側ストレッチ。これ何のケーブルですか。リングコンを持ち上げて体を横に倒します。右と左がわからない。下を向かずに前を見るようにしましょう。反動をつけすぎないように注意しましょう。いいよ。ラスト1回ずつ。もう体がポカポカになってきてますね。排熱機構に問題があるのでは。お疲れ様でした。もう疲れました。もう終わりでいいですよ。ほらなんか三振さんもヘトヘトになってるじゃないですか。これでもういいじゃないですか。一家坊主でえぎぎぎ変な声が出た。はい、三日坊主でなかなか長い続きしない人、いろいろな苦しみですね。まずは5日木曜日続けてみましょう。おお、ご褒美を決めておくのも良いのかもしれませんね。なるほど。はい、頑張ります。前回一度ゲームオーバーを食らって、レベルが足りないんだな、みたいな話をしていましたけれど。あ、ダイナミックストレッチでそうか、経験値入るんですね。あ、毎回あらすじ出してくれる感じですか。ちょっと優しいですね。どうしましょうね。これは何ですか。はいはい、ほうほう、ゲームジム。ここはエクササイズしながらミニゲームができるゲームジムです。ミニゲームの種類はいろいろありますが、ここではモグラ叩きを遊んでいただけます。ほう、お金がもらえるんですか。バストアップ、体幹強化、背筋強化。これは経験値も入るんですか。でも B ランク以上でボーナスゲットって言われてるんで、一回ちょっとやってみましょうか。よいしょ。どうするんですか。左右にまず、カチャン。なるほど。押し込んで、あ、意外と力入ってますね。なるほど。引っ張って、これ大変ですね。なるほど。金色のロボは高得点。まあ、つまり全部叩けばいいんでしょ。やってやれないことはないはず。あ、難しい。しっかりとリングコンを立てて。あ、忙しい。息を吐きながらリングコンを押し
はい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 、あーこれはなんか何をしたらいいかこんくらがありますね。ひえへ、危ない。いやー6000点が多分まだあるじゃないですか、勘弁してくださいよ。もう完全に終わった気分に。集中力が完全に今のでやられた感じがしますね。はい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 、あーなるほど。1000点満1万点満点なんですかね。やった、ボーナスを手に入れましたよ。痛い。あ、ちょっとだけ経験値入るんですね。押し込みパワー100、モグラたたきファン、称号、そういうのもあるんですね。おめでとうございます。すごいすごい。ボーナスはお金、本当の意味でのボーナスですね。でやった扱いになるんですね。じゃあ続きやっていきましょうか。レベル8って書いてあるんですよね。これでも何もうあれですよね、多分特に何もない。おほん、スキルセット、着替えるワールド、このままいってもなんかやられそうな気がするんですよね。どうしようかな。なんか稼ぎにいいステージとかこのゲームにはあるんですか。とりあえずこの辺からやっておきましょうか。ちょっと腕の調子が良くない感じがします。よし走ろう。走る前にちょっと貼り付けのポーズやっといていいですか。私の体のネジが緩んでいる感じがします。よいしょ。ネジの調整をすると必ず貼り付けのポーズを一度やっておかないと場所が来るんですよね。これでいい感じですかね。じゃあ始めましょうか。ほいほい。よりちょっとプレイ環境を改善して、あーあんまり改善できてないですね。以前よりだいぶ画面が大きく見えるようになったので、マップ上のインタラクトオブジェクトのことがちょっと視認できるようになったんですよね。これは大きな改善ですよ。まあ私の反応速度でそれを全部カバーできるかどうかっていうのはまた別問題ですけれど。さあスキルを選ぼう。よいしょ。ちょっとかがむんですかね。よし動こう。ほう、何かを挟み込むイメージ。 OK、 いいね、いけてる。 OK、 よしよし。ああ、息が詰まる。あ、そういえばゲーム音、マイクの音量バランスいかがでしょうか。一応ちょっと調整はしたんですが、ほい、だいぶ曲げてます。ここはみんな一緒なんですよね。諦めるはない。じゃあシャッフルにしましょう。バンザイプッシュ。よいしょ。こう。さあ行くよ。腕を上げるときに腰が取らないように。いいね、ムッキムキ。苦しい。よいしょ。ミートゥーチェスト。
ああしゃがむやつ。しゃがむリーチは足りるんですかね。よいしょ。よし動こう。足を浮かせたままやればお腹がかなり効くよ。ちょっと怪しいですね。ナイスマッスル。よし。あでもこれで配信画面というか皆様に足の裏を見せつけるということがなくなったのでちょっといい感じですね。よいしょ。ああいやいい運動になりました。じゃあ今日はここまでと。ああ毎回この下りやりそうな感じですね。あそこになんか大きいキラキラがあるじゃないですか。よいしょ。やったー大きいキラキラ。あれ木箱じゃないですか。あすごいインタラクトオブジェクトが見える。嬉しい。そうかマップ上結構いろんなものが置いてあるんですね。よいしょ。これは勝手が分かんない。よいしょ。こういうことですね。あれは敵オブジェクト。やっていきましょう。投げてプッシュ。これちょっといっぱいやっていきましょう。火力が高いということではないんですかね。これはその全体攻撃というか三体攻撃というところは他の技にはない非常に大きなアドバンテージではあるんですが、これ戻すときに肘を痛めそうですね。私の肘は2段階になっているのでどっちの肘が痛むのかという問題があるんですが、硬い。おお早く早く早くして。うん、じゃあ言われるがままスクワットにしましょう。よし動こう。息を吸いながら足を上げよう。ほう、ナイスマッスル。んいいよ。ん体が下がりすぎで足がいいあらでもない方向へ曲がっている気がしますね。いいよ。つやつや。この辺は私のね環境の問題もあるんですよね。よいしょ。ラスト1回。よっしゃ。はい、いい動きだったよ。腹筋ガード。微妙にこの本来のトラッキングシステムと違う使い方をしてるツボ。うまいこと動きをニンニクしてく。認識してくれないんですよね。これきついからやだ。これなんかやだ。これまだやってないんでやりましょうか。ゆっくりのやつですね。よいしょ。ゆっくり倒そう。ゆっくり戻そう。膝とつま先は正面に向け平行に。はい。ゆっくりのやつがなんか優しい気がしますね。お金 6? 日本円ですかね。 6JPY ってだいぶ何ができるんだという価値ではありますけど、 1JPY を笑うと 1JPY に泣きますからね。あ、うまっ。だいぶ今までと比べるとスムーズにはなってるんですけどね、プレイが。そのまま私をお腹に押し込み続けて。よいしょ。お、やったー。なるほど、これだから私レベルが足りない感じになってたんですかね。このちょっと大きいやつがいっぱいあると
レベルがよく上がるんですかね。スワイショウ、なんかかっこいい名前ですね。セットしましょう。技はいくつまでセットできるんでしょうか。ほい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 、あ、終わり。さあ、ビクトリーポーズでこれまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。はい、この瞬間のためにやってますね。腰を下げてスクワット、本当ですか。全身を伸ばして、ビクトリー。疲れました。疲れましたね。じゃあ調べていきましょう。右手の親指の腹を図の位置に軽く押し当てましょう。あれ、スタンバイに なりましたね。固定しています。そのまま動かさないでください。メックの脈拍が果たして出るのか。お、安定していますよ。とても明るい言うと毎回それしか言わないじゃないですか。もう本当に軽い運動なんですかね。クリアボーナスはそんなに経験値入んないんですね。毎回の各要素が大きい感じ。材料集め無事になってたら、ほう、旦那。この世界の人ってそんな希少価値高いんですかね。よいしょ。ああ、ちょっと貼り付けしといた方がいいかもしれないな。どうしようかな。一旦このまま様子を見ましょうか。さあ、行くよ。何か吸い込みたいときは私を引っ張ってね。これゆっくり行った方がなんかインタラクトオブジェクトをしっかり見逃さずにプレイするという意味ではいいんですよね。ゆっくりジョギングするのもなんか出力をうまく調整しないといけないので、それはそれでという感じなんですが、あっ、いい感じ。下に魔物がいるって言いました今。スキルを選んで、あ、新しいやつじゃないですか。やってみましょう。しっかりと大きく動くことが大事。どういうことですか。リズムに乗ると気持ちいい。気持ちいい。そうですか。それはあなたの感想じゃないですか。なるべくしっかりとひねろう。右左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 右右、ウエストのシェイプアップを目指そう。右左が逆なんですよ。右、今なんか2回右って言いましたね。右しか言うことができない。ひょー、右、あ、ちょっと待って、3回もあるんですか。つらい。範囲攻撃が充実しているというのは非常に嬉しいですね。これでもなんかエクササイズの種類が偏らないですかね。内もも？あー、わかりますか？プルプルしてるんですよ。私は泣いてますよ。ちょっと一回貼り付けをしましょうね。プルプルしてるのはきっと貼り付けのお祈りが足りないからですよ。私のアクチュエーターが限界悲鳴を上げているとかそういうことではない。いい感じですね。いやー、危ないところでした。何が危ないかわかんないですけど、やっていきましょう。続きを。あ、ところで前回前々回とやりたくって微妙にトラブルが続いてやれなかった私のマイ研究室ルームからの配信をやっています。画面のサイズ等いかがでしょうか。あるいは私の姿が後ろ姿しか見えなくて寂しいとか、そういうことでも結構ですけれど、各画面要素の大きさ見やすさ等ご意見あればぜひ、お気軽にコメントで残していただければ対応するかもしれないし、それはめんどくさいから嫌だと言うかもしれないですけど、
ろいろと工夫を今後も重ねていこうと思っているので、何卒よろしくお願い。なんか動物がいる。動物と並走していますね。視線を感じます。あ、怖い。高いところ辛い人は辛いシーンですね。なんか上の方は吸える？吸えない。あれはどうするのが正解だったんでしょう。角度が悪かったんでしょうかね。あ、なんかでかいモヤモヤがいる。あ、びっくりした。あの、人と戦うロケット、そういうことじゃないですね。じゃあ敵が1体ならマッシュアップルしていきましょう。おお、早速。なるべくしっかりとひねろう。右左。あ、よかった。今度は右と左がちゃんと芯が通っているようなイメージね。ゲームシンクロしていい感じになっていますね。これでも結構しんどいですね。いい。ああ、絶対次のターンで痛いやつじゃないですか。このゲームでもガードとかないですよね。よいしょ。よいしょ。ちゃんと敵のモーションがこのどこから攻撃を受けたかっていうインパクトの方向に合わせてノックバックというかクライモーションしてるのがさすが細かいところまで作り込んでいますね。敵の数だけクライモーションのバリエーションがあるわけですから組み合わせ爆発みたいな状況になってると思うんですけれど、まさか1種類の敵には1種類のモーションしかないとかそういう変な手の抜き方はしてないはずなので、長いですね。スクワット、やっていきましょう。よし、動こう。ああ、足が裏返りますね。あんまり見ないでください。あの、ウィンドウサイズをうまいこと調整して私の下半身を映さないように皆さんご調整の上でこの配信を見ていただけると私の心が穏やかになるというものなんですけれども、まだ死なない。まだ敵が生きているんですね。あまり見ないでください。休憩ですね。よいしょ。だいぶ苦しい感じの姿勢になっていますね。結局このツヤツヤって何を表現してるんでしょうね。倒しました。私汗はかかないんですけれどメックなので座ったままプレイしていいですか。あ、やったレベル上がりましたよ。はい、よいしょ。新しい技は今回は増えないですね。腰を下げて。もう下げてます。これ一回立ち上がんないとダメですね。よいしょ。伸ばして。ビクトリー。じゃあ運動後の体も調べていきましょう。サンキュービクトリー。ビクトリーサンキューです。ビクトリーサンキュー。また新しい言語を開発してしまったような気がします。だいぶ怪しい感じの。あ、でも数字は出るんですね。とても軽い運と余裕のある強さ。本当ですか？もっときつくしないとダメなんでしょうか？割と、かなり可動強度限界なところはあるですが、魔物が出たんですね。妻が待ってるもので失礼します。本当のあいつは
魔物を使って人々を困らせるようなやつじゃないんだ。本当ですか？体が弱くてトレーニングであそこまでたどり着いたんだったら、それは大層なことですよ。そろそろ休憩しませんか？もう1ステージぐらいやりたいんですけれど、今回はこの申し出を蹴ってみましょう。オーバーワークに注意してゲームを楽しみください。水分補給を忘れずに。なるほど、ミニゲームと1面2面とクリアして合計3モードプレイでもうやめようって言ってくれるんですかね。5つの特別な力、急に 何の話をするんですか。え、全部取られたんですか。情けない。で、ボス戦なんですね。その5つの特別な力というものは、なんか1個ずつ取り返していく系のやつなんですか？ドラゴンに勝とう。単純明快な。オブジェクトが出ましたね。ゆっくりゆっくり。ゆっくりゆっくり行きましょう。途中にインタラクトオブジェクトがあれば。ああ。なるほど。この調子で扉を突破していこう。ボス戦の前にヘトヘトになりそうですね。あ、なんかいっぱい出た。これが取りたかったんですよ。 EXP メダル、なるほどね。いいね。ほい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 。いいね。辛い時は休みながら進もう。いっぱいなんかキラキラが出ましたね。よいしょ、慎重に回収していきましょう。これぐらいのスピードでいいですよ。よいしょよいしょ。いや、これ結構きついですね。もうひと踏ん張り。もうちょっとですか。もうひと踏ん張りということは残り工程が少ないっていう期待をしていいんですか。よいしょ、やりました。用事は済んだのでダッシュしましょう。ちゃんと BGM もなんかボス戦前に合わせてちょっと重々しいというか、そういう感じになってるんですね。うん？え、危ないですよ、ダンベルをそんな放り投げたら。それダンベルとしてちゃんと使うんですね。能力を奪われたぐらいなんともないさ。お前の能力を返してやろうと思ったのにな。本当か？いや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 。笑ってるじゃないですか、もう。本音が出たらいくよ。これ実はそのリングくん、ないしはリングさんがラスボスという展開はありますか？当たり前ですよ。あ、じゃあ範囲攻撃ですね、つまりは。攻撃力25、こっちの方が火力があるんですね。じゃあやっていきましょう。このままでは順調に下げてプッシュ信者になってしまう。ほら、これきついんですよね。よし、いいね。よし、よしよし、オッケー、ナイスパッチョ。よしよしよし、ペースアップだ。よし、ああ、お世話になっております。ね、こんばんは。もう夜も更けてまいって、激しい運動をして近所迷惑にならないように注意しながらエクササイズに励む必要があります。なるべくしっかりと決めろ。右、左、右、左、右、左、右、ウエストのテープアップを目指そう。左、右、あと半分、右、左、あと10回、左、
ふにぃー。おお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 、こっち見ないで。あ、カニ。カニじゃないんですね。頑張ります。こう、敵はどうにか狙いをつけられないんですか？こう、よくわかんないですね。とりあえずゆっくりした動きのやつにしましょうか。あ、ここで選べるんですね。なるほど。ちょっと敵がどういうものか分かってないのであれですけど。ゆっくり倒そう。お、よー。ゆっくり戻そう。膝とつま先は正面に向け、平行に。はあ、かなりきつい。いやでも敵のモーション作り込み本当にすごいですよこれ。右手くらい左手くらいっていうのを別々で作ってるんですね。しっかり水分取りなよ。水分ありがとうございます。じゃあこれいきましょう。よし動く。膝を軽く曲げた状態で行う。プルプルしてる。もう赤ダンベルやるんじゃないですか。ほら、これ右と左でこれだけダメージレースが違うのは果たして一体っていう感じですね。そんなに椅子のポーズのダメージが大きかったんでしょうか。あ、2回やる、つらい。ちょっと息を整えてもいいですか。じゃあ行きますよ。息を吐きながらお腹に力。つらい、つらい。これで動いてる間画面全く見れないんですよね。コメントを読むだけのこの目の集中というものが得られないので何か言われていても気づかないかもしれない。あ、終わりですか。ああ、ギギ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 ギ、勘弁してください、許して。ああ、うん、そうですね、水分大事ですね。めちゃくちゃなんか水分を滑られてるような気がしますね。ところで、あと敵が1点になったのでちょっとメニューを考えていける余裕が出てきたというものですね。よいしょ。あ、スクワットがグッドに化けるの辛いですね。どこまでも行かなくていいんですよ。敵を倒したら終わりでいいじゃないですか。もうよいしょ。あ、あ、これ間に合うんですかね、私の体力は。なかなか手強いね。そうですね、攻撃力。こっちの攻撃力高いんですね。よいしょ、座りましょう。休憩ですよ。ああ、画面前のことを考えるとこの技はやっぱり使いたくないですね。なぜこんなに体がボキボキになるんだろう。いいじゃん。いつ立ち上がったみたいなのはさすがにゲーム画面をフックしてくれないですね。よいしょ、この通り今立ち上がったわけですけれど、うん、よー、腕じゃなくお腹に力を入れよう。辛いです、非常に辛いです。うわ、スキルを選ぼう。ゴ
ギリギリになりそうですね。なんでこんなにいい勝負をしなければいけないんでしょうか。見てて。はい。動きましたよ本当に。いやー長丁場でした。やったレベルも上がりましたよ。おーおーおー、めちゃくちゃ経験値が入るじゃないですか。もうレベル11も目前というところ、いいですね。あ、これやるんですね。ビクトリー。今回なんかスクワットパワーを貯めるの長くなかったですか。あー、ビクトリーサンキュー。じゃあコンディションを見ていきましょう。おお、いや前回より安定してるような気がしますね。ああ、パーセントは同じ。これでトータル何分くらいやったんでしょうか。結構やってる気がしますね。今日はもうこんな程度で十分でしょ。俺が持ってるのは1つだけ。5つあるうちの1つしか持ってない。捨ててしまった。そんなもったいない。せめてそこはメルカリなりなんなりあったじゃないですか。何も捨てることは使い道はあったでしょうに。言っちゃいましたけど、言っちゃっていいんでしょうか。あ、本当に返してくれたじゃないですか。色バトル。わあ、パズル&ドラなんとかみたいな要素が出てきましたね。あ、パブリッシャー的なポケモンの方がいいんですかね。顔が怖い。何か新要素が解放されそうです。バトルで使える新たな力、敵と同じ色のフィットスキルで攻撃すると大ダメージ。なるほど。しゃあ、はい、こっちの問題本当ですか。もうやる気満々じゃないですか。そしてステージ02をコンプリートしました。よろずやと光る玉。あ、いいですね。ここでこの申し出は非常にありがたい。じゃあ今日はここまでにしちゃいましょうか。うう、やりましたもんね、いっぱい。今日はたくさんアドベンチャーお疲れ様でした。ワールド2クリアしました。ありがとうございます。ありがとうございます。熱い戦い、まあそうですね。はい、運動の振り返り15分やった。うん、十分ですよ。あー、すごい。ショート下げてプッシュがすごい抜群に多い感じがしますね。継続して頑張っていますね。ありがとうございます。スタティックストレッチやってまいります。それではクールダウン大事ですからね。そしてこのリンコンいらないこの辺に置いておきましょうね。よいしょ、安全な場所に置いときました。あそこの辺に置いてます。右手で左手の指、こっち、腕の前面を伸ばしていきましょう。わかりますか。ちゃんとこの、あ、腕がバキバキになってるだけでしたね。すいません、見ないでください。見ないで。反対側も同じように行います。逆サイドやっていきましょう。伸ばす側の肘が曲がらないように注意しましょう。ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動では脂肪が主なエネルギー源になります。ゆっくり体を戻します。見ないでって言ったタイミングでしっかり見るの、本当に何だかなっていう感じです。肘を下に押し込みながら、これはもうどうしようもない。これはもうどうしようもない。いるぜ、許して、助けて、見ないで。トリッキングが外れているというわけではないんですね。私の体の作りが悪い。横に倒れないように注意します。体の作りが悪い系 VTuber のアルタグと申します。皆さんどうぞ今後ともご贔屓によろしくお願いします。いてててててててゆっくり体をボキボキに。体の前で手を組みます。せっかく作った腕がボキボキになってしまう。背中を伸ばしていきましょう。
背中に伸びるところ私ないんですけれど、背中にあるものといえばメンテナンスハッチと、あと持ち手ですね。ここキャリーハンドルがついてます。右足を前に出して腰に手を当てます。右足、右の膝を曲げ、左足のふくらはぎを伸ばしていきましょう。同じ姿勢で座ったままでいるのは体に良くないです。足を入れ替えます。定期的に立ち上がらないといけないんですよね。体が硬い人はかかとが浮いてしまっても大丈夫。デスクワークの方なんかこの辺非常に難儀な問題と思いますけれど、まあ、環境が許すのであれば、ゆっくり体を戻します。就労中に立ち歩いたりうろうろしたりした方がいいんですよね。足を開き、膝に手を当てて腰を落とします。いや、自分の膝がどこにもないんですが、左肩を内側に入れて、これが私なんか頑張って作ったのに、二足歩行用のユニットが全然言うことを聞いてくれませんね。ジョギングのことしか考えずに設計したのが悪かったのかな。膝が内側に入らないように注意しましょう。内側とかいうレベルじゃないんですよね。ゆっくり体を戻します。ちょっと足の構造は見直した方がいいかもしれませんね。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。まあそれはそうですね。多分リングフィットアドベンチャーはスクエアボディのことを何も知らないし、この配信環境的にもスクエアボディとは何ぞやと思いながら今きっとやってくれていると思うので、それにしてはよく動いてくれている方ですよ。腕立て500回、腹筋1000回、トレーニング回数が全てではない。なるほどね。フォームが大事っていうような話をされているんでしょうかね。ためになりますね。フォームなかなか難しいですよね。自分のフォームがどうなっているかっていうのを確認するためには、大きい姿見鏡であるとか、まあ、カメラを置いておくとか、あるいは他人に見てもらうしかないですからね。はい、ありがとうございました。よいしょ。じゃあ今日のリングフィットアドベンチャーはこれぐらいにいたしましょうか。エコノミークラス症候群、そう、それです。多分それです。多分カタカナがいっぱいだなっていう感想です。はい、皆さんも継続して運動してまいりましょう。もう締めの言葉を考えるだけのリソースも私には残っていません。そして微妙に貼り付けのポーズをしないとなんかちょっと体が歪んできているような気がしますね。もう終わるからいいんですけれど、紆余曲折ありましたけれど、今日のリングフィットアドベンチャー配信3日目はこれにて終了でございます。ご視聴いただいて、お付き合いいただいて誠にありがとうございました。バルディ博士の助手アルタグでございました。皆さんも運動していきましょうね。カメラこっち、運動していってください。じゃあ配信を止めます。この辺にね、一応そのコンソールみたいなものを置いたんですけれど、手が届かないんですよね。